アメリカと北朝鮮は、北朝鮮がウラン濃縮活動を中断すること、アメリカが食糧援助を行うことで合意したと同時に発表しました。両国は23日から2日間、北京で協議を行い、北朝鮮がヨンビョンの核施設で実施しているウラン濃縮活動を一時的に停止することや、核や長距離ミサイルに関する実験を凍結することで合意しました。また、IAEA 国際原子力機関による査察も受け入れるとしています。これに対しアメリカ側は、食料支援として栄養補助食品24万トンを送るほか、追加的な支援についても話し合いが続けられることになりました。Today's announcement represents a modest first step in the right direction.6カ国協議は3年ほど前から中断したままですが、北朝鮮が今回の合意に従って具体的な行動を取れば進展する可能性があります。